25クラスのタイムトライアルです。7周周回あります。こちらに関しては全日本ほどシビアではありませんが、ハイグリップタイヤ、美味しいところを引き出すように集中かかります。そこから何周目でアタックをかけるか、ちなみに佐藤麗は5周目でかけると言っていました。それでは各ドライバーの駆け引きも含めてご覧ください。
ックが振られました。全日本 FF125 クラス、速いドライバーで優秀周回を重ねています。村松里奈子と児玉和也に至っては、まあ、タイミングのこともありますけれども、10周周回していますね。さあ、しかしながらこれ面白いことになってまいりました。各ドライバー予想通りといいますか、入ってから4周、そして5周のところ、計測が始まってから3周目、4周目でベストを叩き出しているというドライバーがほとんどです。しかも上位陣は計測に入ってから3周目、つまり更新してから4周というところでですね、トップタイムを叩き出しているドライバーが非常に多いですね。トップタイムはカーナンバー。